今日より、また、好きになっている。昨日よりも、欲張りになっている。ただ、佐藤くんがスーパーマーケットで昼食を買いに来る。会えるだけでは、満足できなくなっている。もっと、距離を縮めたいと思い始めている。それでも、私と佐藤くんの距離が変わることはない。佐藤くんが粗品のボールペンを私にくれたから。 何かが変わるわけでもない。佐藤君が気軽に話しかけてくれるわけでもなく、私が佐藤君に声をかけれるわけでもない。相変わらず佐藤君は、愛想がないまま、いつだって節目がちで、ただ、目当ての漫画を立ち読みして、その後ろ姿を私は、見つめている。何かアクションを起こさないと、何も起こらない。年が明けて、1月末、ガソリンスタンドは、 改装工事のために一週間休みになることを宮尾から聞いた。改装中、ガソリンスタンドの仲の良い仲間、数人でスキー旅行に行く計画だ。中山の彼女である宮尾も一緒にスキー旅行に参加する。スキーなんて、ろくにしたことないくせに。むしろインドア派でスキーに興味などないくせに。宮尾と中山は、同性をしている。 宮城と中山は順調に付き合っていた。一人暮らしで年中、金がないと言っていた宮城だから、中山から一緒に生活しようと声をかけられたことで、中山が家賃、生活費をほぼ支払っている。同棲を始めた頃から、宮城はスーパーマーケットの出勤日数も減っていた。佐藤君との関係に何の進歩もない私に比べると、 宮ヤの人生は上々だ。宮ヤと比べるつもりも、嫉妬心を抱くつもりは、ないが、時折、なんだか、無性にイラつき、物悲しくなる時がある。きっと、それが嫉妬心というやつなんだろう。宮ヤと中山は、同情上心からか。仲間は大勢の方が楽しいから、と。私もスキーに誘ってくれたが、参加するわけがない。 ニアビが連休を取り、人手不足なことをわかってて。私まで連休取るほど空気が読めない人間ではないし。私は、このスーパーマーケットのオーナー夫妻に可愛がられている。そして何よりも、そのスキー旅行に佐藤君は含まれていない。私にしてみれば、スキー旅行に参加するメリットは何一つない。 親友のイチャつきを心よく受け入れるほど人良しではない。私にとってショックなことはスキーに行けないことではなく、一週間近くも佐藤くんに会えないことだ。ガソリンスタンドは改装工事中は営業しない。休みになる。その間、私は佐藤くんに会えないということだ。佐藤君が来店しないのに、雅の穴埋めでシフトに入り、 普段よりも働く。普段より働く理由などないし。本音、私も休みたいくらいだ。私のささやかな楽しみがない一週間は、まさに地獄でしかない。月曜日からテンションが下がる。ガソリンスタンドの前は、電気が灯っていない。周囲は、チェーンが貼られていた。改装に伴う業者のワゴン車と、 トラックが止められていた。午後3時、いつもなら来店するはずの佐藤くんが、スーパーマーケットに来るわけもなく、午後5時を回った。私は午後2時からラストまでの勤務だ。私の仕事は何も変わらない。いつものように一人でもくもくと作業をする。レジ内で納品書の整理をしていた。自動ドアが開き、 来店客を告げるチャイムが店内に響く。私は納品書から目をそらし顔を上げて入り口の方向に目を向け。いらっしゃいませ、と声をかける。黒い血のパンにカーキーの持つコートを羽織った。伏し目がちな茶髪の男が雑誌コーナーに向かった。レジの前を通り過ぎる横顔、右耳たぶには金色のピアスが光っている。間違いない。 佐藤くんだ。改装中のガソリンスタンドで佐藤くんは、一人作業をしていたのだ。想定外の出会いはいつでも鼓動を早くする。しかも初めて目にした私服姿。モッツコートのフードファーがふわふわと暖房の風にさりげなく揺れている。黒のチノパンに黒いタートルネック、シンプルだけどおしゃれだ。 佐藤くんの茶髪と色黒の顔に合っている。佐藤くんが雑誌コーナーで立ち読みしている後ろ姿を見とれながら。私は、フット割れに帰り、束ねていた髪の毛を下ろした。それは、右耳に開けたピアスを隠すためだ。もともとピアス穴を開けていない私だが、佐藤くんとお揃いにしたくて、つい最近、律儀に病院でピアス穴を開けた。 佐藤君とお揃いにしたくて。十八金の金色したコロンとした玉のピアス。両方開けているなら、まだしも。右耳だけ金色のピアスをしている私は。どう考えても、佐藤君の真似をしている。佐藤君に気づかれたら、かなり恥ずかしく。私が佐藤君に気があることがバレバレだ。もちろん宮尾は、 私がピアス穴を開けたことを知っている。ニアビは両耳にピアスを開けている。右耳に2個、左耳に3個。それも自分で市販のピアッサーを使い毎回自分で開けているのだ。ニアビは、え、右耳だけ開けてあげるよ、病院行くまでもない、と。失笑していたが、医者ではない人間にピアス穴を開けてもらうことに不安を感じる。 いつもよりも佐藤くんは、長い時間、立ち読みをしていた。おそらく、この後は帰宅するだけなのだろう。時間を気にしている素振りもなく、雑誌を読むことに没頭している。10分近く立ち読みをした佐藤くんは満足したのか。我に帰ったように缶コーヒーを手に取り、レジまでやってきた。別に缶コーヒーなんて自動販売機でも購入できるのに。 長時間立ち読みしたことに、多少なりの罪悪感を持っているのだろう。私は佐藤君と珍しく視線があった。普通なら目と目を合わせて接客しているが、佐藤君と目が合うことに動揺し、気まずさを感じる。普段のような接客ができなくなるのだ。やはり心の動揺を隠しきれない私は、思わず右耳、 付近の髪の毛を無意識に耳にかけてしまった。その時、明らかに佐藤くんの目線が私の右耳付近に向かっている。私は、我に帰り、すぐに髪を戻したな。時すでに遅し、完全に佐藤くんは私の右耳のピアスを見た。それは、結果的に私が右耳のピアスをアピールしているような行動だ。だとすれば、 最初から髪を束ねたままでいた方が違和感はない。わざわざ髪をかけ上げるなんてまるでアピールしているようだ。またも私は佐藤くんの前で心神喪失状態になった。人間慣れないことはするもんじゃない。佐藤くんは当たり前だが特に何を言うわけでもなく。缶コーヒーを購入すると自動ドアの方向に向かい。 スーパーマーケットを後にした。その日から佐藤くんは定時の3時台には、訪れないもののガソリンスタンドが改装中。毎日スーパーマーケットに来店している。食事的なものを購入したり、飲み物を購入したり、それはまちまちだ。改装中でガソリンスタンドが休みにも関係なく、佐藤くんは ガソリンスタンドで一人作業をしていた。ガソリンスタンドの前を通り過ぎると、コックピット周辺だけ明かりがついていることがわかる。きっと急ぎで作業しなければいけない車があるのだろう。私は佐藤君と会話することはないが、なんとなく来店する佐藤君を見て悟っていた。仲間のスタッフが旅行で休暇を満喫しているときに、 佐藤君は一人働いていた。そして私も宮城の代わりに連日閉店間近まで仕事をしている。お互い貧乏くじを引いているところがなんだか妙に親近感を覚える。私は佐藤君と話したいと思うようになっていた。ただスーパーマーケットで数分会うだけじゃ満たされなくなっている。佐藤君に 気持ちを伝えたいと思い始めた。何の根拠もないが、佐藤君と連日会っていることで、なんとなく自分勝手な妄想で気持ちを伝えても、自分が想定しているような結末にならない可能性の方が高い。それでも、私は佐藤君とそろそろ、何らか進展したいと思うようになっていた。あんなに緊張して気持ちなんて、 絶対的に何が起こっても伝えられるわけがないと思っていたのに。恋愛は不思議なものだ。ただ会う回数が少し増えただけで。人は少しずうずうしくなり強くなり欲望が生まれる。今のままで満たされない自分がいた。とは、いえ、直接佐藤君に気持ちをレジで伝えることは、かなり度胸がいるし、 店内に客が誰もいない絶妙なタイミングが必要だ。まして、告白をして、その場で。佐藤君から、ごめんなさいと、返答された場合、その後が最悪すぎる。ドキドキと夢を見れるわけでもなく、一年近い片思いは、一瞬に終わる。だからといって、雅比系列で中山に気持ちを伝えてもらうことは、抵抗がある。なんというか、 佐藤君との恋愛に、絶対的な賞賛の可能性があるのなら、雅紀経由で気持ちを伝えても、恥はかかないが、さすがに私だって女の意地というか、プライドがある。今週で改装工事は終わる。来週からガソリンスタンドは通常営業をする。だから今週までに私は、 佐藤君に気持ちを何らかの方法で伝えたいと思っていた。私にとっての決戦は明日日曜日だ。もし日曜日佐藤君が来店しなかったら、それはそれで私と佐藤君の間には、やはり縁はなかったということだろう。それか恋愛の女神が気持ちを伝えるなと忠告しているのだ。そう考えれば、 私の中で諦めがつく。日曜日午後の出勤から私はいつになくそわそわしていた。ガソリンスタンドの前を通るとコックピットは明かりがついている。佐藤くんは今日出勤している。あとは佐藤くんがランツに来店するか。改装中佐藤くんの来店時間は待ち待ちだ。制服の日もあれば 私服で帰り際に来店することもある。来店する時間がわからないからこそ。まだ私は仕事ができるのかもしれない。もしあらかじめ来店する時刻を知っていたら。時計ばかり見て予定の時刻10分前は仕事がまともにできない。午後20時まで佐藤くんはスーパーマーケットに来店しなかった。まさかの展開か。 今日に限って来店しない。私は。嫌な予感を胸に心拍数は別の意味で高なっていた。その時だった。店内の自動ドアは開いた。来店客のチャイムを告げた。佐藤くんが私服で来店した。作業が終わり、帰宅前にスーパーマーケットに立ち寄った。例のごとく雑誌コーナーに向かい、立ち読みを始める。 私にとっての決戦日は今日しかない。私は大きく息を吸ってゆっくり吐く自分自身の呼吸を整えた。やけに長い立ち読み今日に限って長い。10分以上佐藤くんは雑誌コーナーに居座る。普通であればちょっと迷惑な客である。何度となく別の買い物客が来てお会計を済ませる。心の中で 早く帰れと念じながら別の客を見送るそして再び店内にはスーパーマーケットの店員の私とガソリンスタンドで仕事を終えた少し迷惑な客の佐藤くんの二人っきりになった佐藤くんが読み終えた雑誌を閉じた迷いなく缶コーヒーと大きなコッペパンを手に取りレジにやってきた 私は佐藤くんが持ってきた大きなコッペパンをレジで通しながら、帰宅してまでも大きなコッペパン、心の中で笑いそうになっていた。最後に佐藤くんは、あと、ラークマイルドボックスね、と、ほんの少し明るい声のトーンで私に言った。きっと第三者では、このかすかな明るい声のトーンはわからないし、 気づかないと思う。でも、確かに、微妙ながら、明るい。語尾に、ね、など、今まで、つけたことがないからだ。今日の私は、ラークマイルドボックスの、言葉を、待っていた。そう、私は、ラークマイルドボックスを一つ。手に取ると、あらかじめ用意しておいた小袋のチョコを。試供品です。よろしければ、どうぞ。 さりげなくメモと一緒に。佐藤くんが購入したコッペパンと缶コーヒー、タバコの買い物袋の中に入れた。佐藤くんは何の疑いもなく、小さな声でどうもと軽く頭を下げて、コンビニの小さな袋を手に店から出て行った。この日、恋愛の女神は私に微笑んでいたのは、 佐藤くんが想定外にパンや缶コーヒーを購入したことだ。もし佐藤くんが缶コーヒーだけなら、ビニール袋に入れることはない。となると佐藤くん二に手渡しでチョコとメモを渡さないといけない。そうなればきっと佐藤くんは、受け取るにしてもえっと困惑する。百歩譲ってチョコは 不自然じゃないとしても、メモはやはり不自然だし、絶対にえ、何、これ、と思うはずだ。まして、その軽く二つ折りにしたメモ自分の目の前で開き、読まれたら最悪すぎる。勘の良い男なら、どうも、と驚きながらも、空気を読んで、その場でメモは見ない。だが、佐藤くんは、 空気を読むような男とも思えない。少なくても恋愛関係に関しては、試教品だといった小さな小袋のチョコは、試教品でも何でもない。ただ、袋裏にメモを貼るために便利だから自分で購入した。そして、味気ないメモは前日の夜何時間も文面を考え、何度も書き直し、大事にエプロンのポケットの中に、 忍ばせた、いわば、私なりの、ラブレターだ。真っ白なメモには、お疲れ様です。いつも、来店、楽しみにしています。山城、さき。そして、電話番号と LINE のアドレスを書き込んだ。本当なら、可愛い便箋やメモを選ぶべきかもしれない。しかし、散々考えた結果、あまり思いがこもりすぎた便箋やメモより、 味気ない殺風系なメモの方が、相手も主にを感じない気がした。だから、あえての白いメモ用紙を選んだ。告白するぞ。力が入りすぎると、相手はきっと引く。まして、言葉もまともに話したことがない相手だ。だからこそ、言葉少なめで連絡先を記載する程度で、あとは運任せにした方がいい。 なんというか、長々と思いを書いても伝わらないし、逆効果な気がした。少なくても、今の私と佐藤くんの関係では、軽い伝えることで相手に逃げ場を作っておく。そうすれば、多少気まずいながらも買い物に来れる。そんな気がしている。佐藤くんは私のメモに気づいてくれたのだろうか。 佐藤くんがスーパーマーケットを出てから、私は悶々と考えて、不安になっていた。